this way, please. ご覧くださいませ。本物のロンドンからやってきた女性ばっかりの4人組であります。ランナーウェイズという西海岸のチームがありましたが、あれはちょっとファッション倒れという感じでした。こちらはレディングフェスティバルにも出演したというね、実力あるヘビーメタルのクイーンたちということになります。はい、may I ask your name first, please? Hello, I'm Denise Dufour. I play drums. Aha, ドラムスのデニースです。小柄ですけども、ビートのある太鼓叩きます。And your name, please?My name's Kim McAuliffe. I play rhythm guitar. はい、リズムギターのキムです。そして彼女一番背が高い、どうぞ。My name is Kelly Johnson. I play lead guitar. はい、リードギターのケリー・ジョンソンです。そして最後になりました。My name's Enid Williams. And I play bass guitar. はい、Enid Williams はベースギターをプレイします。OK, ladies, stand by, please. はい、ということでもって拍手で送ってあげてください。OK, right on.すごい雰囲気でありますけれどもね、この4人組ガールスクールはですね、80年にデビューしてからあっという間にブライテストホープの賞をかっさらったりして、レディングフェスティバル、毎年8月に行われます。あのクリームも、エリック・クラプトンのね、クリームも、それからジェストロ・タルダンっていうのがデビューを飾った大変伝統ある、ロックのフェスティバル、ブルースもジャズも全部含まれたフェスティバルなんですけども、そこでトリを務めたという実力派でもあります。今日はどんなヘビーなサウンドをできるだけプレイラウドということで、ご家庭のテレビもちょっとボリュームを上げて聞いていただきたいと思います。それでは行きましょう。一番新しいサウンドを引き下げて、ガールスクールのライブアクトです。 Don't call it love, ladies, right on!